本当に。わー、冷凍庫に入ってる。わかりました、いただきます。やった、ちょうどいい時間帯です ね3時。めっちゃなんか今みんなだからアイス食べてて。あ、そうなんですか。なんかすごいほのぼのした。そうですね。なんかほのぼのなんかいい。めっちゃ昼下がり。いや、金曜日ならではだな、ね、金曜日本当になんかゆっくりした時間がいいですね。まなみんさんも始めてて大丈夫ですか。多分もう早く皆さん見たいと思います。なんか仲良くなってる。まあよかった。はい、ありがとうございます。はい。さあ、時刻は3時半を回りました。ここからはとある女子の番組、とある女子のつぶやきをお届けします。前の番組でも小春ちゃんが和牛の話をたっぷりお届けしておりましたが、もう本当に、まあ、このね、一部のリスナーさんからしたらゴールデンタイムになっているようで、すごいありがたいこの時間帯なんですけれども、これからのこの後の30分はぜひとある女子のつぶやきでお楽しみいただければと思います。この番組はですね、私がこの好きな話とか、まあ、最近ハマってる話、最近の話とかっていうのを好きな話を好きなように話す番組となっております。そしてこの後、まあ、後半からは勝手にスヌーピートークのコーナーもあります。今日そう、来月からそのこのスヌーピーのコーナーは一個一個のキャラクターの話をしていこうと思っているんですが、まあ、8月中はその他毎週まあテーマを決めてお届けしていこうと思っております。ちなみにですね、今日の前半は最近の私の何か やってることとか、ハマってるものとかいう話をしていきたいと思います。で、そして後半のスヌーピーのコーナーでは、今日は、作者のシュルツさんのお話をお届けします。まあ、何を言ってるのかね、わからない人もいるかと思いますが、ぜひぜひ聞いてみてください。この後3時56分までお付き合いお願いします。この番組は有限会社モンキースタッフ、そして有限会社今の協力でお送りします。それではここで早速オープニングナンバー1曲お届けしたいと思います。サカナクションでモノクロ東京。ありがとうございます。たくさん、このスヌーピーのアイコンかわいいですね。めっちゃ小なぎすけさんもこんにちは。外も今日は賑やかで、その話もしましょうかね。おじさんホイホイパート2、もうありがたいですね、こんなコメントをたくさんくれて。本当に今日は1時からすごい、まあでも言ったらデューティーの時くらいからすごいもう
金曜日は盛り上がる番組ですね。今日話すのは太鼓さんから、あ、ゆみっちさん来てたんですね。太鼓さんから来たやつが、最近まだタピオカ熱は抜けないので私は。今日はコメントをたくさん紹介しましょうかね。今日ちゃんと決まってる話がないので、さあ時刻は3時36分を回っております。今週もとある女子のつぶやきをお届けしていきますが、今日はですね、特に、なんかこれといった一つのことにテーマを絞らずにいろいろ話していこうと思っております。なのでまず今日はコメントがありがたいことにたくさん来ているので、そこから紹介していきたいと思います。すごい嬉しいのがですね、本日ツイキャスでまずコメントが来ているいみっちゃおじさんが、和牛の時に引き続きましてアイコンをこの番組ごとに変えてくれてるんですね。で今日はなんといみっちゃおじさんのアイコン、今はスヌーピーになっております。このスヌーピーまた可愛いですね。このなんだろう、顎をなんか両手に顎を添えてる感じっていうんですかね、かわいい。そしてイミッチャさん、そんなイミッチャさんからおじさんホイホイパート2ということでありがとうございます。そしてシーサーさんからも、マナミンさん今日もかわいいです、 ありがとうございます。そして反対側で小春ちゃんが話していたかなと、そう番組の入れ替えの時にね結構いろいろ話すんですけれども、それが今日は垣間見れたのかなと思います。そしてなぎすけさんからも、まなみんさんこんにちはとありがとうございます。そしてそんないみっちゃさんからはですね、先週の金曜日おいしいケーキをまなみんとこはるちゃんにたくさん買っていったら、まなみん足早に帰っていって
言ったみたいでした。代わりにいつもいるおじさんがいましたと。先日だから多分2週間前くらいですかね、私ちょっと家の用事で早く帰った日があったんですけど、その時にみっちゃさん来てたみたいで、代わりに、ね、私の代わりに変なおじさんがいたという話ですけれども、でその、まあ、このいつも FM 宜野湾に最近滞在している某リスナーさんの実は計らいで、先週の木曜日かな、ウークイの日に那覇にあるこのセルフエステサロンみたいなところ、ナリス化粧品さんの出会いむというサロンなんですけれども、そちらに人生で初めてこのフェイシャルエステをしに行きまして、でこれがなんか28日間のスキンケアモニタープランっていうものらしくて、でこの1ヶ月で肌がきれいになるプログラムというかというものになっていたらしくて、私も何か分からず初日行ったんですけれども、で、まあ、1週間に1回このお店のこのサロンの、ね、方といろいろお話しして、まあ、復習しながらこの洗顔とか化粧水のやり方とか、あと美顔器を使ったりとかっていうのをやって、まあ、あとは家に帰ってもこの自分自身で毎週やるっていうのがあるんですけれども、まあ、でもやっぱり化粧水とかの入り方は違いますよね。全然今までそこまで気に留めて頑張ってもいなかったので、だから今後、まあ、今で今日ちょうど1週間ちょうど経ったかなくらいなので、また来週再来週と、ね、このお店に行ってこのカウンセリングを受けながらやるのも楽しみですし、1ヶ月後、ね、肌の調子がどう変わるのかも今からワクワクしています。皆さんもぜひこれ女性の方にぜひおすすめしたいなと思うので、このデアイムさんっていう那覇の新都心おもろ町ですかねに、まあ、お店はあるんですけれども、この28日間プログラムっていうのをぜひ一度試していただきたいなと思います。友達とかにもすごい値段も格安なので、友達とかにもこれからどんどんちょっとね進めていこうかなと思っております。まあ、そんなこともしつつ、あとはでやっぱりまあ肌も綺麗にするんだったらちょっと体も引き締めたいなと思って、最近腹筋を始めまして、でも今まで全然運動をしてなかったので、今日とかもこの腹筋の影響でお腹が痛くて、ね、これが前効くといいんですけど、これもちゃんと続けていきたいなと思います。この28日間のこのフェイシャルエステのプログラムとともに、まあ、同じ感じで毎日欠かさずやっていけば、どっちも、ね、忘れずに習慣になるのかなと思いつつやってます。さあそして、まあ、ちょっと話は変わるんですけど、最近あのタピオカの話をよくしておりますが、先日ローソンでまた新しいタピオカの飲み物を発見しまして、タピオカマンゴージャスミンティーっていうものなんですけど、すごいこれ美味しかったんですよ。実際飲んでみたらなんか特に探してるものもなく、コンビニに行ってたまたまこのタピオカジャスミンティーを見つけてフラッと買って飲んでみたら意外にも美味しくて、で私はマンゴーがそんなそこまでマンゴーの飲み物とかっていうのが正直あんまり好きじゃないんですけれども、これは結構飲みやすかったですね。なんかそんなにマンゴー感も強くないというか、で結構まあ甘めではあるんですけど、タピオカもすごいプリプリしてて美味しかったです。でセブンイレブンのそういえばこのほうじ茶タピオカラテみたいなものも飲んだんですけど、やっぱりなんかセブンイレブンのタピオカは違かった気がしますね、食感も。ということで、なんか最近まだタピオカ熱が冷めていない私なんですけれども、このタピオカマンゴージャスミンティーが結構でも値段が250円くらいしたのかな。普通の例えばなんだろうものとか買え普
通のドリンクとか買ったら150円とかで、例えばカフェラテとかミルクティーとか買えると思うんですけど、250円くらいこのタピオカでしたのでちょっとびっくりはしたんですけど、でも飲んでみる価値はあると思いますので、ぜひ飲んでみてください。であと、そしたらあまりにもこうやってドリンクの話をするので、最近タイゴさんからなんと情報をいただきまして、ファミマに売ってるアイスほうじ茶ラテっていうのがあるらしくて、これも美味しいっていう話でした。黒いパッケージでシンプルですね。黒地に白の文字でアイスほうじ茶ラテってだけ書かれて、あとはファミマカフェと書いてありますけれども、シンプルな感じですけど、このパッケージのものまだ私は見たことないですね。でもすごい美味しかったという話なので、アイスほうじ茶ラテ、ファミリーマートのものも飲んでみたいなと思います。でファミリーマートといえば、タピオカのアイスもあるので、タピオカほうじ茶ラテのアイスっていうのかな、あれは氷のものもあるので、あれはぜひちょっと一度皆さんに食べてほしいですね。はい、ということで、もう結局なんかコンビニの話で結構まとまってきちゃいましたけれども、まあ、コンビニの話といえば、まあ、スヌーピーに関連するんですけど、先週も紹介したんですが、8月20日からこのローソンでスヌーピーの和菓子が発売されてまして、で、まあ、その話は後ほどこのスヌーピーのコーナーでお届けしたいと思います。それでは CM を挟みまして、スヌーピーのコーナーに行きたいと思います。今日は外がすごい盛り上がってるんですよね。さあ、時刻は3時46分を回っております。ここからは勝手にスヌーピートークのコーナーに行きたいと思います。先週は何の話をしましたかねあ、スヌーピーが立った時、そして喋った時のエピソードをご紹介したんですが、本日は少しこのスヌーピーからちょっと話を外れて、このピーナッツっていう漫画を書いていた、このチャールズ・モンロー・シュルツさんの話をしていきたいと思います。でこのチャールズ・モンロー・シュルツさんっていう方がこのピーナッツを書き始めたのが1950年、そして2000年まで書いてたので、約50年にわたってこのピーナッツを書いていたわけなんですが、まあ、この50年間休まず書いていましたみたいなことがよく本とかネットの記事とかには書いてあると思うんですけど、今日のそのトピックとして、実は1回だけ休んだことがあるっていう事実をちょっと紹介していきたいなと思います。で皆さん 50年休まず書いてたんだ、すごいってもう思うと思うんですけれども、実は一度だけ休んだことがありまして、でまあ、その休んだ理由っていうのもまた素敵なのでね、そこを紹介していきたいんですけれども、まあ、早速
紹介していこうと思います。でこの1950年から始めて2000年の1月3日1月3日じゃない2000年の2月の13日まで続いていたピーナッツなんですけれども、シュルツさんは、1997年の自身の誕生日の時に75歳のお誕生日の時にこの自分へのお誕生日プレゼントとして3ヶ月の休暇を取ったらしいです。でこのその3ヶ月の休暇以外は休んでいないということで、すごいですよね。でまたいいのがその多分おそらく今回エピソードをちょっと探せなかったんですが、この1997年にこの休んだ時のお誕生日プレゼントも多分家族と旅行に行ってるんですよね。なので、まあ、これまで、ね、1950年から続けてきて約もう40何年も漫画をずっと休まず描き続けてきた中で、まあ、家族との時間っていうのも多分作れなかったりしたと思うので、まあ、この3ヶ月の間に旅行を行ったっていう話を聞いたんですが、あんまりすみません情報が今回ちょっとまだ探せずに、今回はこんな感じ、これだけの情報となってしまいます。で、ちなみにそんなシュルツさんですが1999年そのお休み、誕生日プレゼントとしてお休みをした2年後くらいに1999年の12月に突然引退を発表しまして、で、まあ、動脈硬化の手術中に見つかった大腸がんの治療に専念し、毎日締め切りに追われた50年の月日に終わりを告げて家族との時間を大切にしようっていうことで、まあ、引退を発表したらしいんですけれども、残念ながらその引退を発表した2ヶ月後2000年に入って2月の12日に惜しくも亡くなってしまうっていう結果になってしまいました。だからやっぱり家族との、ね、この時間を大切にしたいっていうのがあったんでしょうね。ということで、まあ、今日はシュルツさんの実は3ヶ月だけ休んでいた期間があったっていう話をお届けしました。で実はそう本当はもっといろいろこの3ヶ月休んだ裏話っていうのがあって、一度ちらっと聞いただけなのでその情報をまたちょっと探すのがなかなかそれがまた見つからなくて、今日はねそこまでの情報になってしまったんですけれども、また機会があれば、紹介していきたいなと思います、この追加で。はい、さあということで、まあ、時間も少し余っておりますので、先ほどの CM の前にご紹介しましたローソンのスヌーピーの和菓子のお話をしたいと思います。この8月20日火曜日ですかねから発売されている食べますっていうこのスヌーピーの和菓子なんですけれども、今回チャーリーブラウンとスヌーピーに加えてあのスヌーピーが変装したキャラクターでジョークールっていうサングラスをつけたスヌーピーみたいなキャラクターがいるんですけれども、そのジョークールさその3種類の和菓子が今ローソンでは発売されています。で実は、水曜日に私も実際ローソンでスヌーピーのやつを見つけたので買ったんですよ。なんですけれども実はまだ食べていなくて、このスヌーピーは今冷蔵庫の中でまだ眠っています。何味？チョコ味って書いてあったんですけどね、中はチョコでチョコの餡に包まれたスヌーピーらしいです。でそしたらまた友達から発売された初日ですかね、この友達のお父さんがたまたまローソンに行った時にチャーリーブラウンの今度は和菓子がたまたま店頭に並んでいたらしくて、でこのチャーリーブラウンと目があったから思わず買ってしまったよってお父さんが買ってきてたよっていうのを LINE で写メと一緒に送られてきて、
あ、お父さん可愛いなって思いながらね、ちゃんと思わず目があったから買っちゃったっていう可愛いエピソードもいただきました。で、本当は今日の放送でも、ね、見せながら紹介したいなと思ったんですけど、やっぱローソンに行くとなかなかないんですよね、売ってなくて。那覇のローソンでこのスヌーピーはゲットしたんですけれども、なかなかこのまだ売れてる、人気なのか、もしくは入荷が遅れているのか、ぜひ見つけたら、ね、ゲットして3種類それぞれ食べてみたいなと思います。来週またこの紹介できればと思ったんですけど、来週はちょっと都合により収録放送でお届けすることになると思いますので、画像でお届けするのはまた今度になるかと思いますが、ね、食べた皆さんぜひメッセージもお待ちしております。さあ、ということで、あっという間に残り2分を切ってしまいましたが、今日もたくさんの人聞いていただいてありがとうございます。いみっちゃさんから、これ以上まなみんと小春ちゃんが美白美肌になったらどうする、ますますおじさんたちが集まるよってもうすごいありがたいですね。じゃあおじさんたちに囲まれているこの3時代で、もっとじゃあ盛り上がっていけばいいかなと思います。そしてシーサーさんからも、おじさんたちが集まっても節度ある対応をするから大丈夫よ一番気をつけなきゃいけないのは大塚さんと書いてありますね。大塚さんは宜野湾に結構滞在してますからね。でもこの女性陣のためにね、こういういろいろやってくれたりもするので、まあ、ぜひ皆さん、大塚さんにも会いに、私たちにも会いに FM 宜野湾に来ていただければと思います。さあ、そしていみっちゃさんから、家のすぐ隣ローソンだけど見たことないな、探してみるねと、ありがとうございます。ぜひ、そう、私の家の近くもすぐローソンなんですけど、なかなかなくてですね、ぜひ食べてみたら感想をお待ちしております。さあ、ということで、本日もお聞きいただきましてありがとうございます。この後は超インドラジオ、今日は生放送でお届けしますので、こちらもぜひ要チェックです。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。事情により多分収録なんで。